月刊ぷっくり大賞ね、ということで皆さんお元気でしょうか。本日のぷっくり大賞はですね、2022年の3月分ということで、3月というとね、アカデミー賞のね、あ、プレゼンターを務めた月でもありましたね。ねえ、緊張しましたね。今でも覚えてるんですけど、緊張しすぎて、本当はなんか一言言わないといけないところでもすぐ発表に行ってしまったという。まあ言わないといけないってことはないんですけど、なんかね、こう、華やかな、もう映画界を彩るスタッフの方とキャストの方がたくさんいらっしゃって、またね、ああいうところに、今度は3人でね、クソ野郎と美しき世界、パート2はいつ撮るのかな？それで3人でレッドカーペットを歩きたいなと思ってます。僕の一つの夢でもありますんでね。なんかスライムじゃないの？スライム違うの？はい。あ、なんか、匂いはなんか発火的な、これを何に使うかってこと？はい。だってこういうものって YouTube で作ってなんかわー気持ち悪いよーで終わるんじゃないの？じゃないんです。デッキとして何か使え、バッチリ使えるんだ。はい。じゃあ今までスライム作ってきた、それを何かの役に立ったってことだよね。何かに使うの？はい。ゴミじゃない、ゴミ取り。お、消しゴムのカスとかホコリとか、お、そういう机とかそういうのをこうやったら雑巾じゃなくてこれで取れる。どう？草木さん、正解です。早くも。なんで？いや、なんかもうそれしかなくない？だってこれって他になんかさ、例えばさ、椅子の下とかにこうやってクッションとか言ってももうこんな強度じゃん。でもなんか今こうやって転がした瞬間に何気にこう黒い、ちょっと画面では見えにくいですけど、ホコリとかが取れたんですよ。ああ、かなり食べましたね。よくこれ用意できましたね。すごいリアルに再現してるという。お、間に詰まってんのが結構取れる。ほら、ここについてくる。なるほど、こういうスライムの使い方があったんだね。で、これついたらどうするの？これ粘着力がなくなったら、もうポイッとする、あ、そうなんだ。ずっと粘着力があるわけじゃないんだ。じゃないんですよ。しかもこれ取ったらこれ一個一個剥がすのめんどくさいもんね。そうですね。じゃあ使い切りみたいな感じなんだ。そうなんです。でもいいね。ああ、取れる。それでは皆さんの投稿をチェックしていきましょうね。3月ね、いろいろありますけど、この猫ちゃんすごくない？ね、光の具合なんだって。クロちゃん、おしゃれな水玉模様になりました。草薙パーク、いいねこれね、かわいい、ドットになって。なるほど、実際この子猫ちゃんがこういうことじゃなくて光の感じで、ナイスショットですね。いいね、かわいいね。青山つんたさんはラジオでも送ってきてくれる。15年ぐらい前に小さな鉢から育ててきたカジュマルちゃん、昨年うっかり極寒ベランダ補聴してしまい、一晩で全部歯が茶色になって一気に枯れちゃったんだね。もうダメかと思いつつ、暖かい部屋で冬を過ごしていたら、なんと新芽を発見。なるほど、生きてたんだね。このワンちゃん何なんだ。カニ歩きでぴょんぴょん、何があるの？左に行くと長くなって見えなくなる。カニ歩き、カニ歩き、カニ歩き、カニ歩き。気になるんだ、人みたいだね、本当に。かわいいね。
ズボンを履かせて。すごいね。すごいね。可愛いですね。微笑ましい。この方は日記ビーツをいただいて初めて見る状態に大興奮の親子。おー、すごいね、これ。芽キャベツ、いいね。こんなになるんだ。こういう状態なの、芽キャベツって。すげえな。長男の卒業式、日々いろいろあるけど、子供たちの前でたくさんの嬉しいことやお祝いができるのが幸せなの。確かに、確かにそう思う。うん。そういうね、なんていうのかな、卒業式とか、うん、なんかできること、それはすごい幸せです。ヤンチェのコート、やっぱ形が綺麗なのよね。とタグを切る、よく見るとサイドに2019年の、3年、嫌だ、もうこれから買ったらすぐ来ますね。なかなかね、そう、満を持してっていうかね。でも服はね、着るのがやっぱ一番ですよね。うん、これは天気のいい日、娘とデート、それぞれ行きたい場所を一緒に回ってきたと。本当は東京、大阪まで行きたいけど、まだ我慢。輸送待ちの新幹線車両を港で見られてちょっと嬉しい。おお、なかなか貴重なと。で、なんか家族で出かけて、ちょっとしたとこでもこういう感動があるという。いやー、参ったね。どうしよう。よっしゃ、決めました。いろいろ見させていただきました。3月も皆さんたくさん投稿ありがとうございます。さあ、いろいろ見たんですが、3月のぷっくり大賞、ちょ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 6日のね、このワンちゃん散歩してる方にします。スピープー大輔さん、大賞おめでとう、ね、僕もワンちゃん散歩させるんでね、こういう感じはよくわかるし、これから夏になってくるとね、あの暑くなってきたりするのも大変だったりするので、その中でちゃんとこうワンちゃん散歩させてストレス発散させてあげるというこの姿、うん、いいと思います。一緒に僕もドッグライフ楽しみましょう。さあ、ということで3月ぷっくり大賞をお送りしてまいりましたが、まあ、ここでね、あのサバ缶映画8月19日に公開になるんですよね。なんかスシローさんと一緒にコラボレーションして、うん、映画を見てスシローに皆さん足をお運びください。ということで、以上3月のぷっくり大賞でした。僕の YouTube も見てね。バイバーイ。